ダッシュで行こう。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。よしき、何今日なんかあんの？いや今日だからでしょ。なるほどね。ということで TKT プロジェクト4周年記念おめでとう。待って、なんか聞こえるよね。聞こえるね。あらら、いやー4年経ったの。あれから4年。6月2日なんですよ最初の投稿日が。その前からゴールデングランプリとか撮影始まってたけど、はい、投稿日は6月2日が最初なので、まあ、一応4周年記念は6月2日にしてます。うわ4年経ったの、はい、なんかあの4年前のパロディみたいなことを今日するんですか？パロディじゃないよ。ガチ対決だよ。あれガチだもんね。ガチ対決。あれガチだから、はい、言っとくけど。ということで最初に実は 800m 対決をしてるという、知ってる人たち、知ってくださってる方もいらっしゃるんではないでしょうかね。それから約4年ぐらい経ったというわけなんですが、あれ僕の完敗だったんだよね。そうだ、もう圧倒的ヨシキの圧倒的ヨシキ、もう2、30秒ぐらい差つけられて、それヨシキが勝ったということで、はい、でそこからまあ 200m 対決とか種目を変えて対決みたいなのはいろいろやってきたんですけれども、はい、意外とこの対決やってなかったっていう。やってないし、コメント欄でも早くやれと言われ続けてきた。せかせかとせかされてきました。はい、本日の企画 TKD VS ヨシキ 400m 対決。よし、いやー、やりたくねー、やりたくねー、マジで。昔の俺はいない。確かに昔の俺もいないけど、うん、それ以上に昔の TK ではいませんからね。いませんからね。ということで 400m だったらちょうどいいんじゃないかみたいな話をずっとされてきたんですけれども、はい、まあ、ちょうどいい体で手でね、ちょうどいい体で、まあ、多くは語らず、お互いのこう個人個人作戦が、はい、作戦 V が流れると思うので、はいはい、まあ、そこで語っていただいて。そういうことですよね、はい、とりあえず多くは語らず行きましょうか。はい、早速やっていきましょう。はい、どういこう。ダッシュで行こうぜ。4周年おめでとうございます。ありがとうございます。僕が来たのは2周年直前ぐらいですね。そんぐらいから撮影手伝ってくれたのか。懐かしいな。意気込みを。意気込みはもうぶっちゃけ勝てるんで、ここに言っときます。2秒差つけます。2秒差つけなかったらもう僕の負けでいいですよ。視聴者さん、視聴者と僕との約束。多分ヨシキが良くて55なんで、55後半ぐらいだと思うんで、56切ってくるぐらいかなだと思うんで、良くてなんで僕は54切りたいです。割と調子はいいですね。そうですね、マイルリレーちょっと自信ついたんで。でもあれは測り方は微妙なんで、ちょっと今回はっきりさせていきたいなっていう思いはあります。じゃあ最後に好きなアンパンマンのキャラクターは？圧倒的ロールパンナちゃん。というわけで4周年おめでとうございます。ありがとうございます。来ましたね、とうとうこの時が。緊張すんな。目標を教えてください、はい、目標。そうですね、まあ、対決動画なんで本当は面白いこと言いたいんですけど、ちょっと今日はねガチで思ったことを言わさせていただくと、以前の武田だったらこの対決動画ワンチャン、今の武田はマジで早いので勝ちたいって言いたいんですけども、武田にできるだけ惑わされず自分の走りを心がける。今日の目標は400って。ぶっちゃけさ、はい、3周年ぐらいの時期でもさ、はい、ちょっと話上がってたじゃん、はい、4周年と400かけてるんですか？全然考えてなかった。全然もうたまたまです。あ、そうしたら4周年だね。なんか取るのある？あ、400やろっかぐらいの勢いです。今日のよしきさんの調子を。調子はめちゃめちゃいいと思います。っていうのもやっぱ最近そのレペテーションだったりタイムトライアル続きでいい感じにこうスピードとか肺に刺激が入ってきて、まあ、あの練習は詰めてるんで、長距離選手としてはよしきの状態としてはめちゃめちゃいいです。目標あったけど、その状態かつ自分の走りを貫けばワンチャン武田が垂れてきた時にさせるっていう希望を持ちながら走る。うまく重なったら勝てる。そうです。それを視聴者も見たいんじゃない。その絵が撮れた時はもう涙です。最後に、はい、好きなジブリ映画を一つ。好きなジブリ映画、もうこれはね悩まない、千と千尋です。なるほど、なんで？いや、あのやっぱあのお父さんとお母さんがめっちゃ美味しそうに肉食って、泣いてたから。余計すぎて俺たちが荷物仮面ライダー。いきます、オンヨーワーク、セット、ゴッ。さあ始まりました、序盤。あれ意外と、あー、ちょっと武田リードですね。武田リードです。遅れてる、遅れてる、ヨシキが、ヨシキが遅れてる。ちょっとタイム今測ってないんでお見せできません。さあ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 
早い。さあ。よし、追いついてきた。頑張れ、よしき。結果早い、マジ早い。積んでるエンジンが違う。いや俺あれこれ出し切ったね。これ以上のパフォーマンスするって言われて無理だもん。ダッシュで行こうぜ。お疲れ様でした。よし、ガチンコ対決。きっつい、マジ400とこんなきついんやね。全然長距離とは違うあれでしょ。あ、マジきつい。なんかあれ以上出力を出せって言われても俺はもうあれ以上は無理。もうベストパフォーマンスってもう自分で褒めたたえて、あとは風が強かった、めっちゃ言い訳するいやマジで絶望だったよここ。よっしゃ気持ちよく加速乗るかと思ったら壁のような。これってあれなんやっぱ風ないともう1秒2秒変わる。ちなみに400タイム出すんだったらホームよりバックを追い風の方がいいんですよ、うん、やっぱ最初流れ掴むのが。なるほどね。いや絶対いいんで400はそうです。まあレース展開的に前半向かっててもいいっていう人いるかもしれないけど、タイム出すのはバックするとか向かい風の方が絶対いい。まあでも周辺ナイスランでした。ありがとうございます。気になるタイムですね。プク時計13、50、3秒00。いやー早ー、53秒。早ー、来たぞみんな一応立ちなんだよ。一応今立ちなんだ。お前おまけして救急って言っとけ。よしきさん、はい、56秒08。よっしゃー。いやでも56秒でまだ走れるんだ俺。違うんですよよしきさん、はい、僕、視聴者さんと約束したの。何？さすがに勝てると。2秒差以上絶対つけますって。僕うわマジかよ最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。いや、早ぁ、マジで。いや、勝てんわな。やったぁ。いや4年前は圧勝だったんですけどね。いや形勢逆転だ。 400m は短距離です。いやなんか悔しいくもないもんね今までの俺見てるから。あ、そう、4年間なんなら一番見てるから。そうだね。 TKD やっぱ成長したなと。 TKD53 秒ってなんか見てる視聴者は、いや短距離で53秒遅くねって言いたい気持ちも分かるんですけど、 TKD の53秒はマジで勝てたマジで。高校1年生の時に10秒9だったんですけど、その時に400測ったんですよ、測ったっていうか出たんですよ大会、53秒8でした。マジで。そんぐらい苦手なんですよ。てかそもそもあれだよね、なんか1年半か2年前のさ、アメリカ行ってさ、なんか400タイムトライアルとか言ってさ。あー、やりました。ほんとこういう条件でした。そうだよね、はい、あれなんか60秒切るか切んないかとかで、あれ58秒8とかとかでしょ、うん、そういうことよいや、接着しました、マジで、本当に。いや、本当、あっぱれです。ありがとうございます。はい、なんかまあ僕の走りはもう一回置いといて本当なんかいいもの見れました。 TKD プロジェクトの皆さん、視聴者様のおかげでこう4年までやってこられてました。はい、まだ辞める予定ないんではいもう少しお付き合いいただければと、はい、思います。じゃあ今週も頑張りましょう。頑張りましょう。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。目指せ1000万人ダイヤモンドのやつ